突然だが霊夢、マリオは知っているか？当たり前じゃない。日本を代表する超大人気ゲームタイトルよ。確かに日本だけじゃなくて今では世界中の誰もがマリオを知ってるよな。だけど、そんな大人気タイトルに大失敗した歴史があるのを知ってるか？新作が出たらどれも大ヒットしてるのにマリオにそんな失敗なんて、本当にあるの？それがあるんだぜ。ということで、今回は歴代マリオシリーズの中でも、異色と言われながらも一世を風靡したドクターマリオが、即座シュートなり大失敗した歴史について解説するぜ。まずはマリオの歴史について簡単に紹介するぜ。そもそもマリオが初めてゲームに登場したのは、アーケード版のドンキーコングで1981年のことだったんだ。マリオが主人公のゲーム、スーパーマリオブラザーズが発売されたのは、それから4年後の1985年なんだぜ。マリオは最初から主人公だと思ってたけどそうじゃなかったのね。世界中の誰でも知ってるキャラだからそう思うのも当然だ。そして、登場から40年以上経った今でも愛されるマリオのシリーズは、2020年にはなんと、5億6000万本を世界中で売り上げたことで、ギネス記録を打ち立てているんだぜ。すごいゲームだとは思っていたけどギネスまで持っているのね。すごすぎるわ。さすがっていう感じだよな。横移動系アクションゲームとして大人気になったマリオだけど、実はちょっと異色とも言えるパズルゲームが発売されているんだ。1990年7月27日に登場したそのゲームの名はドクターマリオ。医者になったマリオが繁殖したウイルスを退治するゲームなんだぜ。マリオのパズルゲームって確かに意外ね。どんなゲームなの？簡単に言うとテトリスみたいな落ち物パズルゲームだ。ちなみにテトリスは1984年にロシアで誕生すると、1988年には日本に上陸して大ヒット。ドクターマリオよりも先に落ち物パズルゲームの定番として、地位を確立していたんだぜ。それじゃあ、ドクターマリオが売れないじゃない。そこは心配ご無用だ。確かにテトリスは多くのファンを集めたんだけど、複雑すぎて女性や子供なんかのライトな層にはあんまり受けなかったらしい。そこで登場したドクターマリオは色は3つ、カプセルの組み合わせも6つだけと、超簡単構造だったから、テトリスが難しいっていう人たちにバカ受けしたんだぜ。ユーザー層を絞ったからうまくいったのね。でも、簡単すぎたら慣れちゃわない？そこももちろん対策済みで、落下スピードを3段階で選べたり、レベルが高くなるとウイルスが増えて難易度が上がったりと、プレイヤーの成長に合わせて楽しめる工夫がされていたんだ。この工夫のおかげで落ち物パズルゲームに慣れている人でも、レベルやスピードを変えることで自分のスキルに合ったプレイを楽しむことができたんだぜ。なんだかすごく面白そうね。本当に面白かったみたいで、ファミコン版は全世界で485万本を売り上げた上に、ゲームボーイ版は534万本も売れたんだぜ。さらにこの人気に乗るようにその後も次々に新作が発売されて、ゲームボーイアドバンスや Wii などから派生作品がいくつも登場しているんだ。異色の登場で驚いたけどさすがマリオっていう感じの人気ぶりね。ということで一気に人気ゲームになったマリオシリーズから、異例のパズルゲームとして登場したドクターマリオは、わかりやすさとレベル調整の機能から人気作になり、次々にシリーズ作品が出るヒットシリーズになったんだぜ。大人気シリーズドクターマリオは2019年7月10日に待望のソシャゲドクターマリオワールドをリリースしたんだ。みんなが待ってたから期待はめちゃくちゃ高まってかなり話題になったんだ。マリオが携帯でプレイできるなんて最高すぎるわ。しかも開発は任天堂だけじゃなくて LINE や後に妖怪ウォッチやドラクエのソシャゲ開発に携わる NHN も共同で行われたってわかったから期待はさらにうなぎ登りになったんだぜ。それは超期待大ね。だけどその期待に反するようにドクターマリオワールドは登場から2年後となる2021年11月1月1日にサービスを終了しているんだ。なんでそんなことになっちゃったの？それじゃあここからは早期差収に追い込まれた理由を大きく3つに分けて紹介していくぜ。早期差収をした理由1つ目は公式が発表しているパズルゲームの楽しさを届ける役割を全うしたからだぜ。どうやらドクターマリオワールドはパズルゲームを普及させるために任天堂が仕掛けた起爆剤だったみたいなんだ。なんだか納得できない理由ね。その役割って具体的にはどういうものなの？まず任天堂がソシャゲ市場に参入したのは2016年からで、リリースした本数は2年で4本と他のゲーム会社に比べて、かなりゆっくりペースで配信しているんだぜ。確かに新規参入領域だから様子を伺ってたのもあると思うけど、世界のゲーム市場を牽引する任天堂にしてはかなり慎重なリリースだと思わないか？確かに、もっと人とかお金をかけてどんどんゲームを出してもいいような気がするわ。なんで、任天堂はそうしなかったの？家庭用ゲーム機よりも手軽にゲームができるソシャゲで任天堂のゲームの世界観に触れてもらうためなんだ。特に最近の若い世代はマリオのことを知ってはいても、ゲームをプレイしてストーリーまで知っている人はかなり少ない。だからまずはソシャゲからプレイしてもらって世界観を理解してもらうことで家庭用ゲーム機の売り上げにつなげようとしたんだぜ。ソシャゲはほとんど無料スタートだからプレイしやすくて認知度を高めるのにはベストなスタイルなのね。その通りだ。しかも現在の家庭用ゲーム機市場はスマホや PC ゲームに押されていてかなり厳しい状況になって競争も激化している。
そこで任天堂は市場を支える子育て世代をがっちりキャッチするために、親になる前の若者にソシャゲでマリオなどを知ってもらって、子供ができた時にゲームを買ってもらえるように、人気タイトルのソシャゲ化を進めているんだぜ。親がやっているゲームは子供もやりたいものね。人気タイトルがスマホでできるって喜んでたけど、背後にはそんな戦略があったなんて知らなかったわ。ゲーム市場で生き残るのにそれだけ任天堂も必死なんだと思うぜ。そして、人気を獲得するには認知度がかなり重要だから、任天堂は数あるゲームの中でもあんまりゲームをしたことがない、ライトな層でもプレイしやすいドクターマリオを、ソシャゲ化したみたいなんだ。そんなにドクターマリオはソシャゲ向きだったの？もともと、わかりやすいゲーム性で幅広い層から愛されているゲームだし、誰でも知ってるマリオっていうキャラが主人公だから、ターゲットにしているライトな層に受け入れられやすいゲームだっていうのは、間違いないと思うぜ。確かにその通りね。じゃあ、ドクターマリオワールドは本当に広報用ゲームだったってこと？もし、そうならわずか2年でサービス終了したのも納得だよな。人気タイトルのソシャゲ化でユーザーを獲得できるのはもちろん、任天堂のような大企業がリリースしたゲームが早期終了したら、それだけで話題になるから、任天堂を知らない人にも知ってもらえるし、何よりサービス終了後にゲームの記録を見返せるサービスが、事前に準備されていたんだ。そんなサービスがあるの？ドクターマリオワールドメモリーズっていうサービスで、ドクターマリオのサービスが終了してからだいたい半年くらいは、ネットでプレイ記録を振り返ることができたんだぜ。いくら期間限定とはいえ開発も多少は必要だろうし、管理もしなきゃだから、ただのサービス終了でここまでするのは、ちょっと考えづらいよな。確かに、うまくいかなくてサービス終了したにしては、アフターサービスが手厚すぎるわよね。ということで日本を代表する任天堂がリリースした、ドクターマリオワールドは、わずか2年ほどで差収した理由一つ目は、その正体が広報用のゲームだったからで、差収自体も計画されたものだったことだぜ。早期差収した二つ目の理由は、任天堂がリリースしたにもかかわらず、ズバリセル欄界に落ちるほど売り上げが少なかったことだ。マリオなのに売り上げが伸びなかったってこと？一体、何があったの？実はドクターマリオワールドはセルラン上位に入ったことはほとんどないんだぜ。それどころか、上位に入りやすいリリース初日でさえ、200位にも入れなかったから赤字になったんじゃないかって言われているんだ。その順位はちょっとヤバすぎるわね。でも、課金要素が少なかったとかそういう理由なんじゃないの？確かに課金要素の少ないゲームは上位になりづらいよな。だけど、ドクターマリオワールドにはちゃんと課金要素があるんだぜ。基本的には無料プレイなんだけどステージがクリアできないときは、課金アイテムを使うことでパワーアップできるんだ。最初は無料で途中から課金するっていうのはよくあるスタイルよね。ゲーム内通貨も他のゲームと同じ感じで、キャラを入手するときに使用するゴールド、ミッションなどでもらえる基本無料のダイヤモンド、ステージをプレイするのに必要なスタミナ的働きをするハート、以上の3種類があるんだけどこの中で課金して手に入れられるのは、ダイヤモンドだ。ダイヤモンドでガチャを回してキャラを手に入れる感じかしら？その通りで40ダイヤを使用するとガチャを回せるんだけど、実はこのガチャ、無料アイテムのゴールドを4000集めると回せちゃうんだ。それじゃあ課金する意味ないじゃない。無課金ユーザーにはありがたい設計なんだけど、課金してもらえないのはゲームにとってかなり痛手だよな。だからなのか、ステージをプレイしていると途中から難易度が急上昇して、課金アイテムを買ってパワーアップしないとクリアがかなり厳しいんだぜ。ガチャを回しやすくする代わりに難易度を上げて課金誘導しようとしたってこと？そうかもしれないな。なぜそんな設定になったかは不明なんだけど、噂によるとランの失敗があると言われているんだぜ。ランっていうのはスーパーマリオランのことで、ドクターマリオワールドよりも3年早く2016年にリリースされたソシャゲだ。従来のマリオに似た横移動系ゲームで、最初のいくつかのステージは無料なんだけど、途中からは1200円払うとプレイできる買い切り制を採用しているんだぜ。1200円って少し高いけどそれ以降課金しなくていいなら安いのかしら？ガチャとかで頻繁に課金をするよりははるかに安いはずだ。マリオのゲームだからか、ランは2億回以上ダウンロードされたんだけど、売り上げ目標に届かなかったらしくてその原因は、シンプルすぎる内容と家庭用ゲーム機の移植版ではなかったことだと、言われているんだぜ。やり込み要素がなくて、好きなゲームでないなら課金しない気持ちもわかるわ。だからなのか、ドクターマリオワールドではガチャやパワーアップなどで課金をする、随時課金型が採用されたみたいなんだ。ただ、ガチャやステージの設定が課金誘導じゃないか？って思われてしまって、あまり課金をしてくれるユーザーがいなかったみたいなんだぜ。なら、どうすればよかったの？ランと違って家庭用ゲーム機の移植版と言っていい内容だし、パズルゲームでやり込み要素が高いから買い切り型にしてもよかったと思うぜ。他のパズルゲームのテトリスやスイカゲームも熱中して課金する人が多いから、マリオファンだけじゃなくてパズルファンからも買ってくれたはずだ。実際にドクターマリオワールドのファンから、3000円くらいなら買ったと思うっていう声が結構出ているんだぜ。結構高いけど家庭用ゲームを買うよりははるかに安いわよね。しかも3000円でマリオのパズルゲームが手軽にスマホで遊べるならお得だと思うわ。ということで、ドクターマリオワールドはランの失敗から学んで、随時課金制を導入したがゲームの内容とマッチしなくて、ユーザー離れにつながってしまったせいで売り上げが低下して、早期サービス終了に追い込まれてしまったんだぜ。
ドクターマリオワールドが早期終了した最後の理由は、ファンが呆れるほど多すぎた上に対応も遅すぎた不具合にあるんだぜ。不具合なんてソシャゲの定番じゃない。なんでそんなに問題になったの？確かに不具合はよくある話なんだけど、ドクターマリオワールドの不具合は、結構ひどかったみたいだ。その中でも代表的な不具合を5つ紹介するぜ。まず1つ目は進行不能になるバグだ。ゲームをプレイ中にスキルを使用するとなんとウイルスが出現しなくなるんだぜ。ゲームの使用上、ウイルスがいないと攻撃ができないから、プレイヤーはやられっぱなしになるしかなくなってしまうんだ。致命的すぎるバグじゃない。どれだけ頑張って難しいステージを進めてもスキルを使ったらおじゃんになるのは、かなり悲しいよな。しかも難しいステージほどスキルがないとクリアできないから、実際に当時プレイしていたユーザーたちはかなり辛かったと思うぜ。フリーズするのはよく聞くけど、行動不能になるのはかなり厳しいわね。二つ目のバグは好きなところを一つ壊せるハンマーっていう、アイテムがあるんだけどそれを使用すると、なんと自分が選んだところじゃなくて勝手に全然違うところで使われてしまうバグだ。落ち物ゲームであるあるだと思うんだけど、ここがなければ、っていう時に、使える超便利アイテムなんだけど、関係のないところに使われたら意味ないよな。せっかく手に入れたアイテムを無駄に消費されるなんて、困るわ。だよな。しかも浪費されるのはアイテムだけじゃなくてステージをクリアできなければ、ハートも無駄になっちゃうんだぜ。もし使用したハンマーやハートが課金して手に入れたものだったら、怒る人もいたんじゃないかな。怒る気持ちもちょっとわかる気がするわ。三つ目は対戦モードでもらえる報酬がもらえないバグだ。ドクターマリオワールドでは他のプレイヤーと戦える、対戦モードがあって、プレイすると最後にプレゼントボックスがもらえるんだぜ。だけど、バグが起きるとボックスを開けても報酬がもらえないんだ。空っぽのプレゼントなんて悲しすぎるわ。他にも四つ目はランクマッチの設定で他のプレイヤーと順位を競う。ランクマッチでは自分のお気に入りキャラで戦うことができるんだけど、そこでドクターピーチが無双したんだ。一つのキャラがあまりにも強すぎたってこと？その通りだ。ドクターピーチは防御能力が高い上にスキルの回復時間も早いから、ほとんど勝つことはできなくて、相手がドクターピーチだと、ほぼ負け格だったらしいんだ。ドクターピーチを持ってないと勝ち上がることはできないってことね。そんなの理不尽すぎるわ。他にも理不尽なバグはあって、5つ目のバグは、新キャラ登場で注目が集まったベビーロゼッタを使用すると、進行不能になるバグだ。他のマリオシリーズでも人気のキャラが登場するとだけあって、プレイヤーたちはベビーロゼッタを手に入れるために、こぞってガチャを引いたんだけどせっかく手に入れても、バグでプレイができないんじゃ使えないよな。新キャラだから手に入れたいっていう人はかなり多かったはずよ。なのに、そんなバグがあるなんて悲しすぎるわ。確かにそうだよな。だけど、これらのバグの対応が行われたのは早くても2週間。ひどいものだとサービス終了まで放置されているんだ。特にユーザーたちから不満が出るまで放置されたバグを3つ紹介するぜ。ちなみにさっき紹介したベビーロゼッタのバグは、年末年始を挟んで2週間も放置されたんだ。ついついゲームをやっちゃう年末年始にバグ放置なんて、驚きだわ。他にはどんなバグが放置されたの？まず放置されたバグ1つ目は対戦報酬だ。これはバグもあったんだけど報酬をもらえる基準が厳しすぎて、ユーザーの負担になりすぎていたっていう内容なんだぜ。他のゲームでもよくあるデイリーボーナスはだいたいプレイを何ステージするとか、スタミナをいくつ消費するかでもらえるものがほとんどだよな。ちょっとした内容だけど毎日ちゃんとクリアしておくと、1週間くらいでガチャを回せたりするから大事なミッションよね。そうなんだけど、ドクターマリオワールドでは1日7回も勝利しないと、報酬がもらえない設定になっていたんだ。しかも一生懸命勝利を積み重ねても報酬がもらえないバグが発生したから、どうなってるんだ。って怒るユーザーも出てきてしまったらしいんだ。1日7回も勝つって結構大変よね。しかもバグまで出るなんて、踏んだり蹴ったりすぎるわ。だけど、このバグはなんと1年も放置されてしまったんだぜ。幸いバグが修正された時に報酬がもらえる基準も引き下げられて、1日7回の勝利から5回の勝利になって報酬がもらいやすくなっているんだぜ。1年も放置されたのは驚きだけど調整も行われたみたいでよかったわ。2つ目もバグっていうより設定ミスっていう感じなんだけど、キャラクターバランスの問題だ。ドクターピーチをはじめとしてドクターマリオワールドの中には、いくつか価値格のキャラがいてそのキャラを使われると、プレイヤー対戦で勝つことができないくらいキャラバランスが悪かったんだぜ。強いキャラを持ってないと対戦で勝てないってこと？せっかく無課金でもガチャが回せる設定なのに、無課金ユーザーにその設定は辛すぎるわ。もしかしたらガチャを引きたくなるようにこの設定にしてたのかもしれないな。一応、1年で修正されたんだけどその間、きつい思いをしたユーザーは、かなりいたと思うぜ。そして、長期間放置された3つ目のバグは少なすぎるステージ報酬だ。無課金アイテムでもガチャが回せたり待てばハートが回復したりと、無課金ユーザーに優しい設定だったドクターマリオワールドなんだけど、報酬が少なすぎるせいで無課金ユーザーが苦しむことになったんだ。ステージクリアの報酬は無課金ユーザーの命綱なのに、それが少ないなんて課金をするように誘導してると思っちゃうわ。課金してくれた方がいいからゲーム側としては誘導したいところだけど、無課金要素があまりにも少なすぎるとユーザー離れに繋がっちゃうから、どのくらい無課金で楽しめるようにするかはかなり難しいところだと思うぜ。だけど、どうやらドクターマリオワールドはその割合を間違ってしまったらしいんだ。そういうことだったのね。
っと悩みに悩んで決めた割合だと思うからユーザーから文句が出たのは、任天堂も辛かったはずよ。一応、このバグ設定についても調整は行われたんだけど、ユーザーからの満足度はそこまで高くなくて、結局サービス終了するまで調整が行われることになったんだ。それは残念だわ。ということで、早期サービス終了の3つ目の原因は、ソシャゲにつきものの不具合や設定ミスだったんだけど、あまりにもゲームのメインどころに関わるものが多かった上に、対応も遅かったからプレイヤーが離れてしまったことだぜ。気になるこれからの任天堂のソシャゲの行方だけど、正直結構厳しいという意見が多いんだ。その原因になっているのがドクターマリオワールドの失敗で、今回紹介したもの以外にも、強すぎてチートを疑われるユーザーがいたり、見づらい画面が多かったなどユーザーの不満は結構あったらしい。だけど、その中でもやっぱり問題になっているのは課金要素と不具合だ。思った以上に問題は深刻そうね。他の任天堂のゲームはどうなの？マリオシリーズはドクターマリオワールド以外に、マリオカートツアーとマリオランが、リリースされてるけど、ランはすでにサービス終了しているけど、マリオカートツアーは収益も出ているみたいだし、サービスはまだ継続しているんだ。ただ、不満の声は出ているらしい。他の任天堂のソシャゲも苦戦しているみたいで、リリースした12本のうち、今もサービスを継続しているのはたった5本だけなんだぜ。半分以上が詐収してるっていくら任天堂でもかなりヤバいんじゃない？2020年には任天堂のソシャゲ収入は1000億円を突破してるから、大丈夫そうに見えるんだけど実は6割を稼いだのは、ファイアーエンブレムヒーローズで、人気のドウモリやドラガリアロストが、稼いだのは 10% くらいのたった100億円なんだ。とはいえ、マリオシリーズが稼いだのは100億円以下だから、他のタイトルはかなり健闘してると思うぜ。少し前のデータだからきっと今はもっと良い数字になってると信じたいけど、それでも一つのタイトルに売り上げの6割を頼り切るのはかなり心配ね。最近はソシャゲがかなり普及してるから不安になっちゃうわ。確かに最近はスマホの普及に伴ってソシャゲが家庭用ゲーム機市場を圧迫しているけど、まだまだその規模はかなり大きいし、任天堂はそんな市場を支える大黒柱だ。ドクターマリオワールドの詐襲時に言っていた通り、スマホでゲームをするのが当たり前の世代を家庭用ゲーム機に誘導できれば、将来に心配はないと思うぜ。確かに任天堂が本気を出せばソシャゲ市場を丸ごと持ってく、なんてこともできそうだものね。その通りだ。本気でソシャゲで稼ぐつもりなら任天堂はマリオ以外にも、世界的にヒットしているモンスタータイトルをいくつも持っているから、どんどん移植版を作ってリリースしているはずだぜ。だから、ある程度の赤字は覚悟して将来の利益につなげるつもりなのかもしれないな。詐襲した時に言っていた通りドクターマリオワールドは広報用で、2年で詐襲させたのも計画だったってこと？もし、それが本当なら任天堂はドクターマリオワールドで、ユーザーの声や課金傾向など様々なデータを取っていたはずだぜ。ということは、そのデータを活用して任天堂はこれまで以上に大きな嵐を、ソシャゲ市場に巻き起こすかもしれないんだぜ。その嵐ってどんな嵐？スマブラやゼルダの伝説なんかのモンスタータイトルの完全オリジナル版がソシャゲで登場したり、すでに人気の出ているポケモンやドウモリでさらにアップグレードしたものが登場したり、とにかく世界中の話題をかっさらうようなとんでもない巨大ソシャゲが現れて、注目もユーザーも全部引き寄せるような超ヤバい大嵐だぜ。そんな大嵐が来るなら乗っかるしかないわね。これからの任天堂のソシャゲが楽しみだな。任天堂のソシャゲの思い出があったらコメントで教えてほしいぜ。皆さんの意見も聞かせてほしいわ。それじゃあ次の動画で。またねー。